今日私は文京区小石川界隈で開催されます第38回歴戦マラソン大会にお邪魔しています。見てください、朝からね続々と参加者皆さん集まってらっしゃいますよ。そして私も準備体操バッチリ、練習バッチリプレンプレン佐藤くん、プレンプレン佐藤くん、え、何、え、タバちゃんは走らないのって。私走れないです。もうね、走るのは佐藤くんに任せておりますんでね。だって先日の荒川区で行われたリバーサイドマラソンで佐藤くんなんと10キロを完走したんですから、すごいですよね。そんなわけで今回のタバサト号は11月25日日曜日に開催されました第38回歴戦マラソン大会の模様をドドーンとご紹介していきます。タバサト GO! 今年で38回目を迎える歴戦マラソン大会。この大会は文京区青少年対策歴戦地区委員会が青少年の健全育成を目的に開催するもので、3キロ、6キロ、ハーフマラソン、駅伝の4つの部門に分かれタイムを競い合います。コースは電通院を起点に1周3キロ。小学3年生から成人まで700人以上のランナーが小石川の街を駆け抜けます。いたいたいた、佐藤くん、佐藤くん、ね、今日何キロ走るんだっけ。21キロハーフマラソン走りますよ。21キロ頑張るね。頑張りますよ。意気込みなんかどんな感じ。意気込みは2時間半以内に必ずゴールしますよ。制限時間の2時間半以内に絶対走り切ります。歴戦マラソン。甘い。甘くない。甘い。甘くない。何言ってんの。昨年の佐藤くんのタイム知ってる。確か2時間切ったぐらいでしたね。1時間56分6秒ちょっとどうせならさ、このタイム更新しようって気持ちにならないわけ。去年の僕は頑張ってましたからね。もうなんてこと言ってんの。ちょっとどうすんの、はい、これどうすんの。みんな見てるよこれ。1時間55分でいかがでしょうか。はい、ということで今年の佐藤くんの目標は1時間55分完走しますんで、これ絶対絶対守ってよ。守ります。いや頑張りますよ。応援してるからちょっとだけ、はい、今日は何キロのコース走るんですか。3キロの小学4年の女子走ります。毎年走ってたりするの。あ、去年から走っています。去年の手応えがあって頑張るぞ。あ、今の意気込み、目標は。あの、頑張りますので皆さん消防団よろしくお願いします。じゃあここアピールしてください、はい、よろしくお願いします。さあ、まもなく午前10時ハーフマラソンがスタートします。佐藤くんもいよいよですよ。電通院前をスタートしたランナー、ハーフマラソンは1周3キロのコースを7周走ります。先頭軍団やってまいりましたよ。たくさん来ましたね。早いですね。そして各種目もそれぞれスタートを切りました。
先生。そして今日順位は2位でした。すごいちゃんちゃかちゃん2位です。将来の夢は？オリンピックに出ることです。おー頼もしいね。こちら沿道の方にはですね、15キロ駅伝の応援団がずらーっと並んでおります。みんな、誰応援してるの？同級生です。あ、同級生、何賞とかの？熊町小学校なんだ。そっか、じゃあ今お友達が一生懸命走ってて応援してるんだね。そっか、じゃあみんな頑張れってこう肩を組んで、せーの、頑張れさあ、こちら歴戦小学校の方でもこちらマラソン大会応援しております。熱くなっております。実はこちらの会場では東京ケーブルネットワークの方でですね、ライブカメラを用意しまして、吹き上げ坂カメラとゴール前カメラ2つありまして、子どもたち一生懸命ね応援してますよ。ありがとうみんな。じゃあ始めちゃおうかな。おーい頑張れ、みんな応援しようね。頑張れ頑張れ続々とハーフマラソンの方々がゴールに、ね、いらっしゃってます。でもね、いらっしゃる中にね、こう佐藤くんの姿が見えないんです。1時間55分、そろそろやばいですよ。あと2分で1時間55分になるんですよね。あと2分で来られるのかな佐藤くん。ちょっと、あ、来た来たよ佐藤。53分ぐらいです。うわってことは、いやすごい、おめでとう。で絶対ね超えると思った。思いました。僕も罰ゲーム用意しなきゃと思った自分でも本当頑張りまくりました。15キロ駅伝で3位だった。ロイヤルミルクティー、おめでとうございます。去年は先輩がまた3位で、僕たちはそれを持続できてます。1年生なんでもうすごいですよ。あ、そっか1年生じゃん。1年生から若きエース。はい、今の気持ちを。あの先輩と走ることができて嬉しいです。あら、いいコメント言っちゃったよ。ハーフマラソン優勝されたタイムはどのくらいだったんですか？1時間19分30分。あ、いいですね。去年参加して6位で悔しくて、今年リベンジ。すごいですね、悔しくって。じゃあ秘密走ってらっしゃったんですか？たまに朝壊して頑張ったねありがとうね。ありがとうございます。そして各種目の順位はご覧の通りでした。皆さんお疲れ様でした。今回の田畑号は11月25日日曜日に行われた第38回歴戦マラソン大会の模様をご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。地域のマラソン大会っていうのは本当にこう応援する側も走ってる側も一体となってこう、ね、行われてるという感じが本当にいいなと思います。そんな素晴らしい大会、佐藤くん走らせていただきましたが、本当に天候にも恵まれて、で歴戦地帯の人も一生懸命あの交通整備から何からやってくれて、しかも応援してくれて、地域の人も応援してくれて、そのおかげで全力を出し切ることができました。今日はお疲れ様でした。はい、じゃあね、今回のトワソト号はこの辺でお別れしたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。